有利なのはやっぱ河野太郎が有利でしょうね。そうですね、やっぱちょっと世代交代、若いから世代交代させたい、うん、で自民党の実は当選回数3回以下、まあ、安倍さんが頑張った時に当選した議員ばっかりなんですよ、はい、でそれが3回生、魔の3回生ですよ、もう今2回生、あ、3回生になってるんですけど、はい、その魔の3回生以下の若手議員が今もう4割なんですよ、うん、だから菅さんも若手の人数を無視できなくなって、うん、まあ、辞めるっていう、若手がどう思ってるか、菅じゃ勝てないって若手が言ってるっていうのがあって、うん、なったわけで、だから要はその人たちっていうのは、うん、選挙基盤がフラフラしてるわけですよね、うん、そう、選挙基盤がフラフラしてるけど議員票は持ってるっていう、うん、非常に1票は1票だからそう弱いくせに、あの俺たち顔がないと勝てねえからということを言ってる連中ですよね、うん、そうですね、はい、そうですね、あの世論調査、うん、なんかを見ますと、うん、これ読売新聞のものなんですけど、はいはい、今のところですね、うん、自民党の政治家の中で次の首相には誰がふさわしいと思いますか、うん、次の10人の中から1人だけ選んでくださいという問いで、うんうん、はい、安倍晋三、石破茂、うん、加藤勝信、うん、岸田文雄、小泉進次郎、河野太郎、下村博文、うん、高市早苗、野田聖子、茂木利光、うん、っていう、まあ、はい、名前が挙がってるんですけど、うん、やっぱトップは河野さんなんですよ、やっぱりね、河野さんは 23%、はいはいはい、で石破さんが2位で 21%、うん、まあ、国民的人気があるとされる石破さんですよね。いつもそこはいい線いくんですよ。ただ自民党内で推薦票集まらなかったという。そうです。だって石破派って20人いないですからね今。そう。でしかももうすでに分断工作されちゃってて、うん、でね、二階さんのところに行って、うん、あの20人欲しいから、はい、今いくらいるんだと、13人ですって言うから、うん、じゃあ7人貸せばいいんだな、うん、じゃあ念のため13人のリスト出せって言われたら、うん、ずっと出せなかったっていう。だって石破さん、石破派の中でも河野さん支持みたいな人いますからね。もうだからすでに7人ぐらいに減ってるって話なんだよね。それでもう出たいから本人はすごい交渉して、はい、まだ考えてるっつって言ってたけど、やっぱ全然集まんなくて終わったっていう。完全なるブラフでしたよね。そういやだからね、はい、石破さんもこう華々しく出馬会見とかでゲルノミクスを、そう、ゲルノミクス仕上げて、ちょっと効きそうな感じでね、ゲルノミクス。なんか筋肉痛の薬とかありそうですよね。なんかね、ゲルノミクスすごいね、はい、効きそうな、経済一体ガタガタにしますみたいな感じがありますね。焦土と化したからです、はい、自立反発を待ちますで、この世論調査では、はい、高市さん3なんですよ、うん、3% か、だから現状、ね、そう、現状は、うん、なかなかその一般的な認知度が足りないんじゃないかなと、うん、でそのあくまでもこれ自民党が決めますっつっても、うん、その先にすぐ衆院選がありますから、はい、世論人気、世論受けも考慮しないといけないから、うん、こういう指標っていうのも結構大事になってくるんですよ。なるほどね、はいはい、まあ、今回の会見、これまあ全国放送、うん、まあ、NHK なんかもやってますから、うん、まあ、どこまで、はい、国民に訴えかけられたかは分かりませんけれども、うん、はい、まあ、ニュース等で、はい、まあ、あのうまく取り上げてくれたら、はい、まあ、結構内容的には、うん、あのハキハキ喋っていますし、よかったんじゃないかな。女性初の総理大臣ってことでブームをマスコミは作ろうとしてないんで、うん、はい、マスコミは高市さんにさせたくないというふうに思ってるっていうことでしょうね、うん、そうですね、うん、あの冒頭に言いましたけど、はい、あんまり高市さんを追い詰めないように、うん、あ、そうですね、そう、これやるあれやるみたいな感じで、そう追い詰めて、うん、後であの騙されたみたいなこと言うのを結局自分たちですか。一個間違ったことやったり、一、うん、個そのできなかったってことで、うん、ずっとそれができないからあいつはダメだっていうふうにはしないでほしいんですよ、うん、トータルでできるだけ考えてほしいんですよ。菅さんもなんかずっと、僕は菅さんをもう早いうちから応援してたんですけど、うん、総裁選に出る前から、うん、安倍政権のポスト安倍は誰かって言った時から僕は菅さんが一番いいんじゃないかって話はしたことあるんですけど、はい、その時からウポポイって毎回出て、だからさと、いや、それで、はい、あのもうちょっと政権危なくなってきたら、うん、いや俺は最初から分かってみていたみたいな人が急にこうなんか手のひらをくるくるして始めるんで、まあ、ウポポイについてもあれは菅さんがやりたいことじゃなかったと僕は思うんですよ、うん、ただ何かの法案を通すためにあれは他の議員とバーターしたはずなんですよ、うん、まあ、それは何かってここでは言わないですけど、うん、はい、だから、本当その議員がやったとしても、その菅さんがあれまとめたんですけど、でも何か他のこととあのバーターして、通さなきゃいけないものが出てきたりもするんですよ、うん、ただ大事なものは譲ってないはずなんですよ、皇室の件とかね、うん、そういったところは譲ってないんで、だから今後総理大臣になる人も大事な譲っちゃいけないものは
何かっていうところは選んでほしいなと思います、うん、いや、やっぱ日本って独裁国家じゃないので、はい、何でもこう思い通りにできないわけですよ。そう、いろんな、ね、だからそのいろんなそのなんかね、特にまあ菅政権もそうだし、安倍政権もそうだし、うん、まあ、自民党内の、うん、まあ、公明も含めて、さまざまな勢力から支援を受けた上で、うん、まあ、政権運営してるから、やっぱりこうあっちの声も聞いて、こっちの声も聞いて、どうバランス取るかっていうところ で、やっぱこれは安倍違うぞとか、うん、菅違うぞって言われるようなことも、やっぱりもうやらざるを得ないというか、そう誰がなってもそうですよ。そうです、だから二階さんの言うことも聞いたし、安倍さんの言うことも聞いたし、うん、とかいろんな自民党内のねバランスの中でできてるわけですから、うん、はい、そう、願望が常に実現するとは限らないですよね、はい、残念ながら、はい、でちなみに、うん、次の衆院選挙で比例代表、はい、どの政党に投票しようと思いますかという問いでは、自民党が42、うん、立憲民主党が11という結果になっていますね、はい、うん、はい、まあ、だからまあこの勢いは自民が普通に勝つなと、うん、そうですね、うん、ここでまた盛り上がれば、うん、総裁選が盛り上がれば、はい、これまでの菅政権、菅総裁続投であれば、まあ、議席落とすんじゃないかって言われてましたけど、逆にこれ現状維持くらいか、はい、逆に増えるんじゃないかなぐらいの展望まで見えてきますよね。だから河野さんになった方が、うん、まあ、自民党は楽勝ムードが出るとは思うんですよ、うん、ところが、まあ、河野さんが何やり出すかが分からないって、そうですね、その要は突破力があるんで、うん、逆に行ったときは、はい、すごい危ないことをやる可能性が非常にあるなと、うん、ただやっぱりその今日の報道にもありましたけど、はい、河野さんって原発、反原発なんですよ、脱原発か、脱原発なんですけど、うん、はい、す原発については、うん、まあ、そのすぐにっていう話じゃないっていうことを、はい、まあ、今日述べてるので、はい、だからなんだかんだ村山富一みたいになるんじゃないかなっていう、だから社会党ってあれ自衛隊はダメだって言ってたじゃないですか、結局でもそれは政権につくと、うん、いや自衛隊もまあなんていうか認めるというか、そんな感じで河野さんも行くんじゃないかなというのは思うんですけど、麻生さんが、はい、自身の派閥の、うん、まあ、所属している河野さんに、はい、その次政権やっても短命で終わるぞみたいなことを、うん、言ったらしいんですけど、まあ、確かにその可能性はあるなと、あるんですよね、だその自分のやりたい政策があっても、はい、結局コロナで全て持ってかれて、はい、うん、政権時代が潰れてしまうんじゃないか、うん、それだって菅政権まさにそうだったじゃない、菅さんはいろいろやってんだけど、うん、コロナができてないっていうことにされちゃって辞めさせられたんですよ、うん、コロナ対策も実はビシッとやってるんだけど、うん、でしかも仕事もいろいろやってるんだけども、うん、まあちょっと回想だから次も短命になる可能性があるから、うん、はい、菅さんで行った方が本当は良かったんですよ、うん、ただめちゃくちゃその菅さんじゃ勝てねえっていうその若手がね、うん、若手が悪いんですよ、うん、3期生までの人間が本当は安倍さんのおかげで当選したわけだから、地元回って次の選挙になったら俺は勝てるぐらいの地元でちゃんと組織作ってればよかったのに、うん、それしないで遊んでたわけですよ、うん、議員の給料高い金もらって、はい、うん、だから地元地盤を作ってないで、それで次勝てないから、うん、トップの顔がいるってまた言い出しちゃってるだけなんですよね、はい、まあ、だからこれ土曜日の放送でもちょっと話したんですけど、はい、うん、岸田でいいんじゃないかなって気もするんですよね、岸さん岸田さん、なるほど、岸田さんはちょっとまあ影が薄いとか言われていますけども、ここでちょっとリリーフで出てもらって、はいはいはい、その次に、うん、まあ、河野さんなり、うん、高市さんに、なるほど、まあ、ある意味本命に出てもらうっていう、だってここで一回潰れてしまったら、うん、もう彼らって60代になるわけですから、うん、はい、ちょっと次の2回目の政権って考えると厳しくなってきますよね、ってなると、うん、やっぱりもう岸にここを登板してもらって、うん、ちょっとなんとか耐えてくれっていうのもまあありなんじゃないかなと。バンデットさん、河野太郎さんが総裁選立候補されましたが、ワクチン担当大臣では兼務できるのでしょうか、また不可のな場合には誰が適任だと思います。これ多分菅さんがもしかしてなんかそのワクチンじゃなくてコロナ担当なんとかって菅さん自分はあとやるって言ってたんで、うん、もしかしてなんか兼任とかでやるのかもしれないですけどね、うん、菅さんには僕は休んでもらってね、うん、横浜の家に帰ってほしいなと多分10年ぐらい帰ってないんじゃないの、ほとんど。あ、うん、オークションに住んで、そうですよね、そう、だってね、ずっと官房長官でやってたわけですから、そこから首相で、そうです、はい、家に忘れ物取り行ったぐらいしかないと思いますよA さんと、私は河野さんとイ・ジェミヨン、韓国次期、はい、大統領有力候補の、はい、日韓問題のバトルに期待しています。
和田さんが河野さんは突破力があって何ですか分からないとおっしゃっていましたが、韓国はイ・ジェミヨンもそういう評価されていると思うので、うん、あなるほど、最後殴り合いの喧嘩になるかもしれない何をするか分からないものです。公開プロレスか、はい、L81333、 個人的には高市さんの支持ですが、選挙のために河野さんを選ぶ議員が多いのが現実ですからねと。そう、枝野内閣は論外ですが、国民民主党はいいこと言ってる時もあるので健全な野党には頑張ってほしいですね。ただマスコミはアホなこと言ってる野党しか取り上げないから、なかなか健全な野党が育ちにくい、うん、そうなんですよ。だから要は自民党への右の保守政党がないと、うん、やっぱ公明に引っ張られてしまうので。そうですね、うん、まあ、日本って実質野党ないようなもんですからね、はい、自民党内の政権交代であって、そうです、だから自民党内の派閥が政党なんですよ、うんうん、そこでのバランスで決まっていくものですからね。